桃から生まれた桃です。今日はお風呂ルーティーンを紹介したいと思います。ちょっと初めてなので取り方が難しいんですけど、まずはですね、なんかもうね、最近ゆっくりお風呂に入れてなかったのでめちゃめちゃ久しぶりなんですよ。もうまあ1週間ぶりぐらいなんですけど、まずはこちらですね。これずーっと使いたかったやつ、これを入れていきたいと思います。袋に入れて使うんだよね、これ。低気圧でさ、本当に今日動けなくて、頭ずーっとぼーっとして、今日はパックマーゲハの撮影があったんですけど、ヒカルちゃんとね、編集長がお家に来てくれて、オムライス作って、みたいな感じの、あったんですけど、本当に頭が回らなくて、もう今も全然回ってないんですけど、ということでもうね、お風呂でスッキリさせていこうと思います。ちなみに、明日はマジで大事な撮影があるので、絶対にむくんではいけません。これ昆布茶ですね。昆布茶を飲みながらバスタイムです。12月なんで、私来週誕生日があるんですよ。結構なんかもう忙しくて、飲み会が。ババーってシャワーで終わらせてしまうことが多くて、お風呂入れてなかったんです、湯船に。今日はゆっくりお風呂に入りたいと思います。私マジで汗かきやすくて、もう鼻のとこポツポツしてますね、もう。でもね、湯船に入るってマジ大事だと思う。ストレス発散とか、リラックスとか。もうね、本当に来週誕生日ということで、めちゃくちゃ気合が入っております。もうさ、お酒だよね、本当に。飲まなきゃいけないの。私の友達たちがたくさんお祝いしてくれると思うので、すごいお酒飲むと思うんですけど、もう最近はさ、二日酔いが本当に嫌だから、ならない程度に飲んでます。だからなんか私、アイハーブで買った、肝臓に効きそうな、まあ効く、肝臓に効くって言われてるサプリを飲んでるんですけど、マグネシウムとかね、結構いいらしいですよ、むくみとか。私、すごい便秘なので、私大体半身浴は、20分ぐらいですね、浸かるのは。それでは、そろそろね、めちゃめちゃ顔に汗がかいてきたので、わかります？めちゃめちゃ汗かきなの、私。で、クレンジングをしたり、シャンプーしたり、いろいろ洗っていきたいと思います。それでは、カラコンを外してきました。こちらを使っていきます。なんかいつも、オイルもあるんですけど、最近はちょっとこれが、お気に入りで使ってます。これでもマジでさ、落ちるのよ、めちゃくちゃ。なんか私、やっぱメイク薄くないし、濃いから、マスカラとかも、本当にがっつり落ちるやつが良くて、これはおすすめですね。ちなみに温度は結構厚めですね、私。シャワーも、お湯も。はい、では洗顔をしていきたいと思います。で、コストコで買ったこの泡のやつを使っていきます。じゃん。で、結構泡やばいんだよね、これ。これめちゃくちゃあったかくなるの。なんか、今めっちゃあったかい。じんわりあったかくなってます。私が使ってるシャンプーは、アンククロスのプルメリアミルクの匂いです。もうね、インスタとかでもめちゃくちゃ紹介してるんですけど、私が使ってきたシャンプーの中で一番匂いが持って、サラサラなるので、私はこれを4、5年ぐらい使ってますね。マジで。マジで多分。一番長く使ってます。で、このプルメリアミルクの匂いが一番好きですね、私は。トリートメントも同じくアンククロスの、これもプルメリアミルクなんですけど、トリートメントです。なんかさ、これと同じ型のやつもあるんですけど、こっちの結構重めで、サラサラしますね。今、すごい傷んでるので、あんまり傷んでない子とかは、正直その、普通のトリートメントとかでいいと思います。そしてトリートメントを使っていきます。トリートメントをね、結構使う。このぐらい髪の量が多いので全体的に気分で使い分けてるんですけど、クリームシャンプー、ココネっていうクリームシャンプーも結構使ってますね。で、ちょっと今ないので
ストックもなくなってたので、シャンプーアンクのやつにします。それもね、マジでおすすめだから、みんなに今度紹介したいなって思ってました。なんかブラシで溶かします。染み込ませる的な、全体的に。この置いてる間に下半身洗っていきたいと思います。ボディーソープはこれですね、ホワイトムスクのやつを使ってます。でもなんか意外と何でもいいかも、何でも使ってますね。で、デリケートゾーン用の、これはなんかどこで買った、アマゾンかな、買ったんだけど、ドンキだ。サマーズイブフェミニーウォッシュシアビューティー。あのね、やっぱデリケートゾーン用の、ソープと普通のボディーソープは分けた方がいいと思っているんで、なんかちゃんとそこは分けてますね。はい、ということで、洗い終わりましたね。そしたら、電気針ブラシ、こちらを使っていきます。で、ほっぺとかにやったり、なんか15分ぐらい前に使ったから、まあ、あと10分ぐらい浸かりたいと思う。なんか浸かりすぎも本当に良くないらしいんです。逆にむくむみたいな。なんか私アリエクでこれ買ったんですよ。携帯が入る、こうやってやったら、こう中に携帯が入れられて、これを買ったので、私最近この中に入れてネットフリックス見たりとか映画見たりしながら半身浴はしてますね。限界になってきたので上がりたいと思います。はい、ではお風呂から上がったのでスキンケアを紹介していきたいと思います。このパック、なんか結構9点とか、なんかあのドンキとかで買ったやつで、最近めっちゃいいなって思ったのが、朝パックをね冷蔵庫に入れてるんですけど、冷えてるの使ったら顔のむくみも取れておすすめです。で、今服着てるんですけど、いつもお風呂上がりはちょっと裸でパックして、そのパックの残り汁を体に塗りたくってます。この間に歯磨きをしてます。していきたいと思います。そしたらモンダミン、はい、ヘアケアはまずなんかこのスキューズミークイックヘアドライクルースプレー、頭皮にやります。これはなんか頭がスースーするんですよ。なんかドライヤーしてるとさ、汗かくじゃないですか、暑くて。それを防いでくれます。次にラピスのこのLPS ヘアミストを全体的にやっていきます。やったら次はこちらのフェイバープレックスボンドオイル、これをなんか地毛がまあこんぐらいなんで、なんか地毛のね毛先全体的につけると、私エクステシールでオイルに弱いのでね、シールはそれ取れやすくなっちゃうから地毛にやります。そしてパックをね外していきますね。チュルンじゃん。なんかこの残り汁をいつも足とかにやってるんですよ、冬なんでね。こんな感じに残り汁まで大事にします。スキンケアをしていきたいと思います。化粧水はイプサのやつ、じゃん。なんかちゃんと腕に。そしたら美容液はCNP プロピーセラム美容液を使っていきます。これは首のここら辺までね、やっていきます。で、ちょっとおっぱいにやります。失礼しました、すいません。おっぱいまでが顔って田中みな実様が言ってたのでね。で、ちょっと今汗とかパックもしたので顔が結構ね、あのびちょびちょなので、クリームはいつもなんかドライヤーとかが終わってから塗ってます。で、今のうちにまつげ美容液 RM ラッシュを使っていきます。なんかさ、まつエクしてるとさ、すっぴんブサエクになる説ない？これ私だけかな。肌が乾いてきたのでクリームを塗っていきたいと思います。クリームはこちらですね、 CNPでも Amazon に売ってます。髪の毛とかもさ、多分すぐ乾かした方がいいんだろうけど、もうね、半身浴した後汗がやばすぎていつも休憩してます。
そしたらやっとドライヤーですね。もう本当にさ、髪乾かすのが一番めんどくさくない？もう私本当嫌いなんだけど、髪の毛乾かすの。髪の毛が乾かし終わりました。明日ちょっと早いので寝起きでパパって現場に行けるように髪の毛をアイロンしてまっすぐにしていきます。なんでサラサラっとでいいんで、なんか地毛はあんまり当てずに、なんかエクステのね部分だけアイロンでまっすぐにしちゃいます。そうするとね、意外と寝起きが綺麗になるんですよね。であと最近美容師さんに言われて、一昨日ぐらいからね始めてるんですけど、ナイトキャップ、なんか私友達にちょうどナイトキャップもらったんですよ。もらったの、このなんかシルクのこのナイトキャップもらったので、もうさ、地毛が切れすぎてさ悩んでるって言ったじゃないですか。そしたらね、やっぱこれつけるだけで全然違うらしい。マジでお泊まりとかでこういうのつけれなくない？普通に恥ずかしい。でベッドでね、摩擦が起きないようにするらしいんですけどこんな感じですね。最近頑張ってます、髪の毛。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。これが私のお風呂ルーティンでした。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。バイバーイ。